正面まで1250メーター台ね。これで分かるやろ、これ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 。現在地、現在地。長屋、これやな。丸山古墳と、古墳山塚古墳。横じゃねえな。そうちょっと行ってみよう。これ書いてある、これ。丸山古墳。遠方公園でございますよね。記憶残ってる子ね。これはここだけ一回取り来てんだよな、別にな。記憶残ってますこれね。八丈神社でございますか。はい、ありがとうございます。おー、すごいこれ。数年前やったかね、こう工事やってたけどね、中で、ね、記憶曖昧やな、これやったかな、外やってたかね、なんか工事やってたね。雰囲気は残ってんだ。ちょっと崩れかかっとるけど、あんなとこ入ったらええんやけどな、あれな。あ、崩れてるね。あ、ここにはここに、丸山古墳。看板が。墳長が87メーター。公園も60メーター。高さが98メーター。あー、公園もだけが残ってるね。5世紀中頃。そういうことか、ちょっとね、低いからね。年俸が。お、ええ、車や。この黄色の花が、まあ、あっちゃこっちゃどこ行ってもすごいことになってんだけどね。外来種でしょうな、これね。なんちゅう花か知らないけど。ここいっぱいだわ。長山古墳でな、100メーターの。あれを見たとき、ここ回ってね。道が狭いもんでね、駐車場がないんで大変なんですよ。今は駐車場があっちもできとるんだけどね。うわぁ、なんか入りそうやけど入れないか、これ。これは堺市になってんやろ。堺市やったら入れてくれたいのにね。なんか墳長上がりたいけど、無理ですか。いや、みんな上がってんな。道ができてるから。入れまへんか。いや、はいはい。ここにいました。ジャンコでございました。ねえ、サビやからか分からへん。あ、これで石もあったんだよ。これでございますか。33メーター。古墳山塚古墳。古墳山塚古墳。入れないですか。入れそうで入れないか。マスの木が一本。
これ英語じゃないかね。これ英語ちゃうの。これが雲山塚古墳。英語ホタテ型だけどわからんのこれじゃ。現存が33メーター、高さ4メーター。ということはなくなってますか。ああ、こういうことね。今ここおるから、まあ、わからんのやな。こっちにこうあったかもしれない、雰囲気は。こうあって、こっちにね、こうやったかもしれないな。ホタテ映画型だよね、こんな感じ。今残ったのは英墳だけしか残ってない。雲山塚古墳。はい、ありがとうございました。周り住宅になってますからね。日の谷古墳。日の谷でもなるで。日の谷古墳。じゃあ反対側はね、日の谷古墳が。そっち見てみようか。これがそうでございますか。日の谷古墳。直径47メートル、高さ28メーター。5世紀中頃。どれだろう。この辺だぞ。わからんね、これ、英文かどうかも。はい。これですか？わからないね、英文が。こういうな、看板が。ああ、これ。これは仁徳天皇陵の看板でしたか。あらあら、現在地。ああ、上がらないですな。この後はもう、向こう行かなきゃないかな。まあ、真上を、カラスが。大学大専学者と学校あったの、そう知らなんだね。ああそういうことこれ。こうはい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 、分かりました意味が。ああ学校の跡地、はい、ということはね、学校があったんですここ。この付近にね、道上山古墳があるんだけどね、見当たりませんか。これがそうですかね。だって何があれが看板も何もなかったらわからへんな。これやろな。ここでございますね。あ、看板ありますよ。これこれ、これでございます。方法が少ないけどね、方法が。何個しかないんだけどね。これ方法でございます。おー。これいいわね、これは。方法。入れんの？入れないか。道上山古墳。現在地。方法、一辺26メートル、高さ 5.4 メーター。中小の古墳、発掘、円筒勘定とか出ましたか。入りませんか。残念でございましたね。ちょうど見え、ちょうどね、鉄線張ってるの見えないね。
ああ、なるほど、ね、うん、豊富やね、はい、豊富、はい、わかりました、豊富でございます。豊富でございます。ここから入れんの。ああ、入ってはいませんか、はい、わかりました。もう、宮内庁管理がね。ワイズカもみんな宮内庁管理になってますか。これはね、ちゃんと分かってたんやけどね、反対を見て、あっちに踏切の方から見てるからね、ちゃんと見れてないかもしれんな、これ。あ、あのさ、あともう一機ね、これあんねんけどな、あの子も見たことないからさ、あれな、あれあれあれ正面のやつは。